こんにちは、りょうだよ。ということで今回は大根のように太い腕から卒業しよう、エクササイズ、腕周りがめっちゃ細くなるエクササイズ、一緒に頑張っていこうぜ。初めの種目は腕をぐるぐる回していくよ。息を吐いて腕を前に回してあげてね。肘をしっかりと伸ばしきって行ってあげよう。またこのチャンネルではダイエットに役立つ情報を毎日投稿しているので、見逃せないようにチャンネル登録して待っていてくれよな。感想やリクエストもコメントにじゃんじゃん書き込んでくれ。さあ一緒に美しい腕周りを手に入れていこうな。5、4、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目は腕を後ろに引いていく動き。息を吸って腕を引いていってあげてくれ。お腹にもぐっと力を入れて行っていくよ。スタート。肩甲骨から腕を動かすイメージで、手を前でクロスして腕を引いていく。背中のハミ肉解消、腕回り痩せ、肩幅すっきり、腕ピーマンな種目だ。頑張れ。それではもう少し、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次は肩回し。肩に手をつけて後ろにぐるっと肩を回していくよ。それでは用意スタート。こちらで猫背巻き肩改善、肩幅すっきり、背中のハミ肉解消していこう。で、猫背巻き肩になるとこう腕がね、実は太く見えやすくなってしまうんだよね。姿勢が綺麗になると腕もすっきり綺麗に細くなりやすくなるから、姿勢改善めっちゃ大事。この種目でしっかりと美姿勢を手に入れていこう。そう、その調子頑張って。3、2、1、OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目はバンザイして腕をぐるぐる回していく動き。息を吐いて腕を回していってあげてね。それでは用意スタート。ぐる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 、そう、いい感じ。肘もしっかりと伸ばして行ってあげて、手は耳の横に来るようなイメージ。そう、いい感じ。それではもう少し、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次の種目は片腕を上に伸ばしていく動き。脇を閉じながら息を吐いて腕を伸ばしていくよ。それではスタート。ビッビッビッと、なーわね、な、な、なんだ、な、な、な、何を言いたかったらば、な、なーってなんだ、なーってなんだ、な、なんだ、なんだ、ね、こうギュッと伸ばしていってあげてくださいね。グッドなーで間違える、なんてこったパンナコッタだ。はい、頑張って、その調子。二の腕痩せ、肩幅すっきりしていくよ。脇を閉じて呼吸忘れずに息を吐いてあげていく。3、2、1、 OK、 牧場ナイスファイト。そしたら次の種目は片腕を下げて腕をクロスしていく動き。息を吸って腕を下ろしていってあげてね。それではスタート。脇を閉じて肩甲骨から腕を動かすイメージ。背中のハミ肉解消、二の腕痩せ効果抜群です。それではもう少し、3、2、1、OK、ナイスファイト。そしたら次は腕を前に伸ばしていく動き。息を吐いて腕を前に伸ばしていってあげるよ。手を押し合いっこしてあげてね。よーい、スタート。胸の前に伸ばしていくイメージ。顔の前に手が来ないようにまっすぐ肘を伸ばしきって行ってあげてね。バストアップ、二の腕痩せに効果的ね。痩せてくるとさ、こうバストがこう落ちてきちゃうね、それが悩みっていう方いると思うんだよね。しっかりと胸を使ってあげるこの種目でバストアップしながら綺麗に痩せていこうな。3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そうしたら次の種目は腕を後ろに振っていく動き。息を吐いて腕を後ろに振ってあげてね。それでは用意スタート。片腕ずつ、そう、いい感じ。しっかり
かりと大きく大きく肩甲骨から振ってあげてね。それではもう少し頑張れ。3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次は腕を曲げていく動き、息を吐いて腕を曲げていこう。腕の前を意識して行っていくよ。用意スタート。いい感じ、脇が開かないように閉じたまま、いい感じだ。そうそうそう、腕の前を意識して腕周りが細くなってくれる。それではもう少し、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そしたら次は腕を後ろに伸ばしていく動き、体をお辞儀してあげてね。それでは用意スタート。息を吐いて肘を高く、そうキープしたまま後ろに腕を伸ばしていく。これね、キックバックっていう種目なんだけど、もう二の腕痩せ効果抜群なのよ。脇をしっかりと閉じて行ってあげることで、もうめちゃんこも二の腕が痛くなる。どう？効いてくるよね。キックバックだけに、キックーってね、こう、キックバックだけに、キックーで2回なぜ言った。はい、ということで3、2、1。あやけないサイト。そしたら次は肩甲骨体操、息を吐いて腕を下ろしていってあげよう。頭の上でお願いポーズしてあげてね。それでは用意スタート。そう、いい感じ、肩甲骨から動かすイメージ、これも猫背巻き肩改善でもつながるし、背中のはみ肉解消、二の腕痩せ効果抜群です。もしね、後ろでやるのがちょっと肩痛いよ、違和感あるよって方は前でも OKゲーです。無理はしない、完璧にできなくても OK、 今のあなたにできる範囲でベストを尽くしたら素晴らしいことだからね。そう、いい感じ、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。そうしたら次の種目は腕を大きく広げていく動き、息を吸って腕を広げていってあげてね。肩を後ろでギュッと寄せるイメージ、大きく大きく開いていく、羽ばたいていく。あなたは今鳥です。もう鳥になっているイメージで大きく大きく羽ばたいているんです。もう飛んでます、見て、僕もう飛んでるでしょ、これ3ミリ飛んでますよ。もうドラえもんかみたいな感じだけど、ドラえもんって3ミリ浮いてるんですよ。もう羽ばたきすぎて僕も今3ミリ浮いてますから、はい、素晴らしい。だけどちょっと何言ってるかわからないけど、大きく大きく広げて二の腕痩せ、腕回り痩せ、背中痩せしていきましょう。オッケー、ナイスファイト。そしたらラスト1種目、一緒に頑張っていこう。腕周りが熱くなってくるね。腕をしっかりと横に伸ばしていく動き、腕を床と平行にして行ってあげてね。そう、テンポよくテンポよく、パンチパンチ、そう、伸ばしていく伸ばしていく、肘をしっかりと伸ばしていく。二の腕痩せできるよ、腕意識して。肩もちょっときつくなってくるよね、肩幅もすっきりできるから、ウレピーマンチンジャーロスな種目だ。そう、頑張って、もうちょい、いける、ここまで一緒に頑張ってきたんだ、一緒に乗り換えていこうぜ。5、4、3、2、1、 OK、 ナイスファイト。ここまで一緒に頑張ってくれたのとはめちゃくちゃ素敵です。また次の動画でお会いできることを楽しみにしている。自分のことしっかり褒め褒めしてあげてくれよな。お疲れ様。Thank you.